俺の歌を焼き付けておきたい景色がある。矢沢永吉デビュー50周年記念ライブ My Way、 8月27、28新国立競技場初の有観客ライブ。50周年記念特別抽選予約受付中。27日完売、28日も残りわずか。詳細はチケットボード矢沢永吉で検索。ビッグキー765。今日はね、矢沢さん50周年ということでですね、いろいろな方から質問をいただいてるんですよ。はあ、お答えいただけますか。もちろん。もしよければ。それではですね、この間矢沢フェスに出演いたしましたスーパービーバーから矢沢さんにまず質問が来ておりますので、ちょっといろいろ語ってると思うんですけども、ちょっと聞いてください。矢沢さん、お世話になっております。どうもスーパービーバーでーす。スーパービーバーでーす。どうもボーカルの渋谷です。ギターの柳沢です。ベースの上杉です。ドラムの藤原です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、何はともあれでございます、はい、矢沢さんデビュー50周年おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。スーパービーバーね、18年目で、はいはい、いろいろね、いろんな人とやらせていただくと、はい、もう若手ではないが、はい、ベテランでもないし、はい、みたいな感じに思っておりましたが、はい、この数字を聞くとですね、はいはい、まだまだ若手でございます、はいはい、ね、本当まだまだ、ね、はい、全然ですね、本当にこんなにかっこいい姿でいられるんだっていうのを、そうですね、今月のね、はい、7月ですか、はい、フェスに呼んでいただきまして、はい、矢沢さんに、バトンをつなぐ、3番手を書かせていただきまして、はいはいはい、その節は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。いや、あの姿を見てると本当にね、希望ですよ。いやー、すごかった。30年経ったって追いつかないんですから、我々。確かに。素晴らしいなと思ったし、本当にステージがね、うん、かっこよかったんですよ。いやー、圧巻でした。ね、上杉さん、いかがでしたか？いや、もうね、度肝を抜かれましたね。ね、こんな、おーって衝撃が走りました。もう精進します、ありがとうございますっていう気持ちにしかね、ならないっていうかね、うっってなりました。柳沢さん、いかがでしたか？いや、本当にオンステージの直前に会場入りされて、うん、そのまんま、うん、そのままの足でステージに登られていって、うん、なんかもう、わっ矢沢さんだって思った時にはもうステージに上がられてたので、もうなんかなんて言ったらいいんですかね、すごいこのオーラというか、そうだね、やっぱりものすごく圧倒されましたし、はい、もうただその一瞬だけでかっこいいなってやっぱり、ね、思わせていただきました。だってね、それこそさ、我々は6曲目にさ、はい、4人でステージ上がらせてもらったし、はい、でその時にこれ以上ないだろうってことで矢沢さんに近づいて、はいはいはい、私はちょっと一瞬肩なんて組まれたわけだよ、うん、ね、0.5 秒ぐらいちょっと気を失った気がした。わっすげえっていうね、はい、あれはなかなか、ね、普通じゃ体験できない、本当に貴重な経験です、ね、同じようなステージなんていうのは、うん、藤原さん、いかがでしたか？いや、もう本当ライブの矢沢さんの動きすごくなかったですか？すごかったですよ。無駄がないっていうか、ね、動きがいい意味でこの小さいのにすごい存在感があって、うん、なんか すごいかっこいい姿でずっといた、本当無駄を削ぎ落としたパフォーマンス、うん、すごいなんか感動しました。まだ指先一つでフロアが湧く、うん、そうね、あれはなかなかできないことだと思いますので、本当にすごいなと思いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで、なんかこの機会にしか聞けないことを聞いてくれっていう、はいはい、チャンスをいただいたんですけど、はいはい、矢沢さんが思うね、はい、かっこいい男とはこれだ。おー、いい質問ですね。一つ挙げるとしたら、はい、かっこいい男が選ぶ、聞いてみたい、かっこいい男とはこれだっていう、ね、いい質問ですね。ちょっと挙げていただきたいなと、はい、恐縮ながら伺いたいですね。思っております。よろしくお願いします、はい、ということで、最後にですね、改めましてデビュー50周年本当におめでとうございます。ということで、以上スーパービーバーでした。またお会いさせてください。はい、っていうスーパービーバーからのですね、いやありましたけど、柳沢ギターの柳沢さん、はい、うん、はい、柳沢、彼の親父はもう文雄って言って、まあ、もう僕親しいから文雄って呼び捨てにするんですけど、ええ、僕のほらギター何度もやったことあるし、はあ、なるほど、だから親父がもうギタリストだから、うん、で文って僕はもうすごい近いから、ええ、だから息子さんがやっぱりこうやってギタリストになったんだね。俺今じゃもうスーパービーバーってことでちゃんと飯食えるようになって、いやー、世間は狭いなと、同時に嬉しいのと同時に
大したもんですね。そういう縁があったね。うん、だって柳沢富美男っていう、ほんとフミがね、なんかの時僕に言ってたんだ、そういや息子はボス、ちょっと息子にもギターやってんですよ、でまだ売れる前じゃないかな、でやっぱり血だねみたいなこと言ってたんだけど、うん、スーパービーバーのギターになってたからね、だから作曲もほとんど彼がやってんだって、大したもんだ。まあそういうなるほど柳沢君はおで、まあ、メンバーはもういろいろ希望だとか動きがやとかいろいろコメント出しておりましたけども、矢沢さんが思うかっこいい男っていうのはかっこいい男が選ぶかっこいい男は誰だっていうような質問が最後ありましたけど、かっこいいですか、かっこいい、かっこいい、かっこ悪いだけで俺も判断して人生生きてるようなとこあるんで、もうでもね、このぐらい長く生きてるとね、何がかっこよくて何がかっこ悪いのかっていうのはなんかぐちゃぐちゃになってから一概には言えないよね。ね、なんかかっこ悪いものがかっこよくなったり、なんかね、変化してるところ、みんな事情があるよねっていうのが分かる年だから、もう僕ら72になるとね、人生は大変だよ。俺もだ、矢沢さんが、2つ下ぐらいで、ちょうど、一番影響を受けた先輩の年齢なんですね、3つ上ぐらいが。ね、中1の時中3ですから。だから、このぐらいになってくるし。大体こうね、うん、こんな長く生きてるといろんな人がいるぞと、いろんな人が世の中いるなとか、一概には、昔若い時はよ、あいつのバカな生き方しやがってとかあるじゃない、こういう生き方をしろよ、かっこ悪いわみたいな、かっこよく行こうぜって言う、よく分かってなくて、自分はこう思うけどっていうのがはっきり言ってたよね、でもやがて月が経って経って年を取っていくとね、いろんな考え方があるなとか、ああそここいつに本当は認めてなかった人のことを、でもこいつもなんかいろいろ聞いてみると、そういう事情が奥にあったのか、なるほどな、悪かったな、それ分かってあげなくてっていうのもあるし、だからね、一概には言えないよ、言えないけど、まあ分かりやすいうちのおばあちゃんたちがよく言ってたようなことは間違ってないのかな、例えば人様に迷惑かけるなとかいうのあるじゃないですか、何やってもいい、何やってもいいけど人に迷惑かけることはするなと、この当たり前なことはあれはずっとだな、ずっと同じなのかなというふうに思ったりはしますけど、まあさっきちらっと僕言ったことで、雷がピカーッと落ちるものを僕はビートルズに感じたんですよって言ったじゃないですか、なんかこう一番こうもっとなんかねえのかないのかって言ってる時にそういうものに出会えたらいいよねって言ったでしょ、本当それだよね、そういうものがパッと出会えて、そこにまっしぐらいに走れたら、まず夢中になるよね、夢中になったら損得じゃないところからまず行くよね、再三度外視ですね、もう度外視で走れるこれってこんな幸せなことないし、そこを走ってる時を見たら、旗の方でこう見たら結構素敵に映ってるんじゃないの、なるほど、かっこよく映ってるよね、だから夢中ということですね、夢中になっている人、慣れてたら夢中になってる最高だよね、のがかっこいいなと、かっこいいしそういうふうに映ってるかもしれないし周りにね、女の人から見ても結構素敵なんじゃないの、そういう男は、何かに夢中になっているっていう、何かに一本走ってるっていう、と思いますけど、やっぱりそういう答えが今出ましたけども、はい、2015年東京ドームでのライブからビッグビート、そしてこの曲はスーパービーバーとこの間ヤザーフェスで一緒に共演した曲ですね、言っておりましたね、肩に手をかけてもらったら一瞬なんかもう気絶しようになったとかっていうコメント出ておりましたけども、それにしてもギターの柳沢くんのお父さん文雄さんがですね、矢沢さんとずっとやってたと、もうなんかもう親戚のあのね、おじを見るような、飯が食えるようになって大したもんだっていうふうにおっしゃっておりましたけども、さあそんなことでまだまだですね、サンデーマーキー765栄吉矢沢 50th anniversary スペシャルマイウェイユアソングスは続きます。矢沢栄吉50周年記念ライブ新国立競技場特別抽選予約付き中、チケット残りわずか。